先制を許しても追いついて得たこの勝ち点1、どう評価されていますか？まあ、先制されて非常に難しいゲームになったんですけど、よく選手は最後まで、まあ、点を返すために、まあ、全力を尽くしてくれましたし、まあ、実際勝ち点1持ち帰れたんで、まあ、アウェーで勝ち点1最低限取れたかなというふうには感じています。その最後まで諦めない、走る、そして攻め続けるという、そういった印象がすごく感じられたんですが、監督からはどういったこのハーフタイムでの指示があったんでしょうか？まあ、前半先制はされたけど、やってることは間違ってないというか、しっかりやれてるんで、まあ、継続することと、まあ、ただ負けてるんで、よりアグレッシブに、やっていかないといけないっていうことを話しました。その途中交代のそのカードですけど、ハーフタイム終わって後半のその7分に2枚の交代がありました。あそこはどういった意図があったんでしょうか？まあ、より攻撃的に、まあ、パワーのある選手が控えていたので、まあ、そこで、交代を、考えました。そして途中交代、高井選手の同点ゴールでした。あの場面はいかがでしたか？まあ、チームとしても何としても追いつきたいという、まあ、そういう状況だったんで、まあ、交代して、まあ、彼が、まあ、取ってくれても本当にチームとしては大きい勝ち点になったと思います。これをさらに3にするにはあと1つどこが必要だと感じていらっしゃいますか？いや、もう今日のようなゲームをもう継続していく中で必ず勝ち点3というのは見えてくると思うんで、まずはしっかりコンディションを整えて、まあ、継続することを考えたいと思います。さあ、そして次が少し間は空きますが、リーグ戦柏と当たります。次に向けてお願いします。いや、もう残り8試合、まあ、残留という目標、まあ、明確なんで、まあ、そこに向けて、まあ、常に崖っぷちで、まあ、死に物狂いで戦いたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。